こんにちは、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。今回からカジノゲームアプリ初心者のあかりさんと一緒にプレイしていきます。カジノという言葉に釣られて遊びに来ました。それにしてもゲーム内はクリスマス一色なのに投稿日は年末なんですね。そこは突っ込まないでください。前回の負けは取り戻せたんですか？そこも突っ込まないでください。負けたままなんですね。一発出れば取り返せる額なので気にしていません。一発は出るんですか？まずはホールドオントゥユアハットという台をプレイしていきます。ハットしてフラワー。ホールドオントゥユアハットはコリールでオールライン有効の台です。配当表は上の通り。オールラインって？とにかく絵柄が左から3個以上出ていれば配当になるペイラインのことです。絵柄が縦に複数あれば複数ライン揃ったとみなされて倍率がかかります。よくわからないから実際見てみた方が早いね。水晶玉はワイルド絵柄です。虎の4つ並びですが、2ルイル目が虎とワイルドで絵柄が2個あるので配当は2倍になっています。なるほど。帽子の絵柄が3つ出るとボーナスに入ります。ボーナスは激アツな感じ？グランドやメジャーのジャックポットが出るかもしれないのでかなり熱いです。当たれば一攫千金です。夢があるね。夢しかないですね。この台は通常値でも当たりやすく、ボーナスもそれほど重いというわけではないので遊びやすいです。当たりやすいのはいいね。帽子が3つ出たのでボーナスゲームです。ボーナスゲームは10回のフリースピンで最後に帽子から追加ボーナスが出てくる仕組みになっています。帽子が大事なんだね。フリースピン中に帽子が3個出たのでフリースピンが3回追加されました。10回じゃないんだね。帽子が出た場所には枠がついて、枠の中に再度帽子が出ると枠の色が金や金に変わっていきます。枠の色はどういう意味があるの？最後の帽子の追加ボーナスの内容が変わってきます。ぶっちゃけ金以外は外れです。今一つ金になったよ。枠が金だと帽子の中からグランドのジャックポットが出る可能性があります。逆に金じゃないと出ないんだね。金からもメジャーまでは出る可能性がありますが確率は低いです。フリースピンはあと3回、もう一つくらい金枠になってほしいところです。金枠の上に帽子が出てもプラチナとかにはならず、その場で配当がもらえます。結局金も銀も増えなかったね。さて帽子の中身の結果発表です。銀と金はジャックポット当たってるかな？金は外れ、金はどうでしょうか？マイナーって書いてあるね。マイナージャックポットはベッドの80倍あるので十分大きな当たりです。一攫千金ではなかったけれど、とりあえずよしというところかな。プレイし始めすぐでこのくらいの当たりが出ると嬉しいですね。調子良さそうだからこのまま爆裂大当たり街道まっしぐら。微妙にフラグ立てないでください。配当合計は58ミリでした。ベッドの100倍超えです。前の負けを取り返すにはまだまだかかりそうだね。メジャーが来れば一撃返済ですので気にしていません。ゆかりさん、それはギャンブルでボロ負けしている人がいつも言っているセリフだよ。ここからはオートで早止めしていきます。機関車止まらず。そうそう、ゆかりさん、このカジノのアプリのコインって増やしたら換金できるの？さすがに法律的にもまずいので換金はできません。ですがこのジャックポットパーティーの台は全て実際のカジノにあるものと同じですので、カジノの雰囲気は楽しむことができます。そうなんだ。カジノで実際はいくら当たってるか換算してみると、さっきの当たりは1回転60円で回してるとすると6900円くらいだね。パチスロ換算ですと現実味が湧きますね。グランドを当てると60円が120万円だよ。夢がありますね。ゆかりさん、さっき夢しかないって言ってたよね。2回目のボーナスゲームです。帽子が4つも出てる。帽子4つでもフリースピンの回数は10回で変わりません。とりあえず金枠作らないと。話はそこからです。まだ銀もできてないね。まだ7回転あるので諦めるのは早いです。やっと銀一つ。
帽子自体は出てるのですが、出る場所が悪いです。あと3回転、厳しいですね。うん、銀枠できた。かろうじて一つの銀枠に帽子が止まりましたね。この一個にかけるしかないね。ドン。金枠はミニジャックポットでした。残念。プレイスキンの配当が10ミル、帽子のボーナスの配当が13ミル、最初の帽子4つのスキャッター配当が5ミルで合計28ミルです。60円かけなら3300円くらいだね。微妙ですね。その後、すぐ3回目のボーナスゲームが来たのですが、金枠はできませんでした。銀枠も外れ。フリーゲームの8ミルと合わせると17ミルの当たりです。なかなか大当たりは来ないね。でもコインはスタート時から80ミル増えたので、台の調子はかなり良かったと思います。フラグ不成立。次はクリスマス限定の OMG パピーズクリスマスをプレイします。あのコインがめっちゃ減ってるんですけど。いろいろありました。何があったのかは聞かないでおくね。OMG パピーズクリスマスはコリール50ラインのスロットです。配当表は上の通り。ワンちゃんかわいい。おや、おスイッチで何か当たりましたね。ワンちゃんかわいい。ブルドッグのマックスはワイルド絵柄です。配当はベッドの50倍あるので幸先いいスタートとなりました。ワンちゃんの絵柄は必ず1リール前面で出現します。ワンちゃんが4リール出て最後に OMG が出るとフリースピンに突入します。言ってたら本当に出ました。ワンちゃんかわいい。あかりさん、そろそろ戻ってきてください。出たワンちゃんの種類でフリースピンの内容が変わります。スパイクは倍率、レディーはフリースピン回数、ここはスキャッター配当がそれぞれ増えます。ワイルドのマックスはランダムで2種類増えます。今回はライン配当2倍、スキャッター配当がベッドの2倍、フリースピン回数が15回となりました。ここちゃんが出るとスキャッター配当がもらえるんだね。今回はどの要素も均等に出たので、一発当てるとなるとワンちゃんの5枚揃いを当てるしかなさそうです。倍率が高いと一発の可能性が高まり、スキャッター配当が高いと安定性が増すのです。ステータスはごく君が最高っていうことだね。あと5回転ですが配当も伸びなさそうですね。さっきみたいにマックスちゃんがいっぱい寝ればいいのにね。このここについている2倍はスキャッター配当にもかかります。終わっちゃった。残念な結果ですが、回数ゲームで出たので文句は言えません。この OMG という台はシリーズになっていて、ワンちゃんではなく猫ちゃんだったり、サファリでの猫科の動物だったりする台もあります。サーバルちゃんもいるのかな。 OMG シリーズは基本的なルールが同じなので、好きな動物がいる台で遊ぶ感じでいいと思います。 OMG 獣フレンズがあったらいいのに。実現したら楽しそうですね。そういえばたまにスロットが止まった時に雷のマークのメダルが出てきて飛んでいくのが見えるけど、これは何？雷のメダルはリーグというスコアを競い合う要素の得点です。ジャックポットパーティーにはこれを集めて上のリーグを目指す要素もあります。リーグが高いと無料のコインが多くもらえたり、課金時にコインがお得に買える特典があります。人と対戦するのはめんどくさいな。リーグは放っておいても特に害があるわけではないので、手持ちコイン数が気になるなら無視しても問題ありません。課金者向けの要素だね。私みたいな無課金勢にとってはリーグで無茶をするわけにはいきません。過去に別のゲームでやらかしてしまったことがあるので、リーグ制度のあるカジノゲームアプリは絶対に自制するよう心がけています。重いね。プレイスピン来ましたね。今回はココちゃんが多いね。
キャッター配当が4倍で10回のフリースピンになりました。ここがいくつ出るかが勝負です。ココちゃんに犬用チュールをあげよう。ここが怖がっていて出てこないようです。怖くないよ。マックスは頼りになりますね。いっぱい出てきました。餌付けに成功したようです。完全に懐かれました。かわいい。マックスも負けていません。マックスちゃんにもチュール。最後はココスのお出迎えでフィニッシュです。ココスはレストランだね。合計でネットの50倍ほどになりました。スキャッター配当中心型伸びた方です。後半のココちゃんの出れっぷりが良かったね。というわけで今回はここまでです。次回もまたカジノゲームアプリのスロットをプレイしていきます。次回も遊びに来ます。それではご視聴ありがとうございました。